AJ ユナイテッドクラブセレクション FP ガチャ来ましたね。いや来たよね。僕らの好きなシティ、うん、そしてトッテナム、はい、こちらの FP ガチャ来ましたので引いていこうかなと思います。いや熱い2チームですね。これはただ今回アグエロさんがいないというね。多分さ出過ぎたからだと思うよなんか週刊 FP とかで毎回来てたからさ。いやただデブライネ先生いんのよ。デブライネ先生も出過ぎだね。デブライネ先生もいるしモライス先生もいる。モライス先生はもういいかな今回、欲しい選手、まあ、スターリング選手ね。 FP 持ってます？俺一番欲しくて持ってないんですよ。持ってないっすよね。持ってない俺は持ってないんですよ。スターリング選手、はい、あのレベルマックス値総合値98になります。おーめちゃくちゃ欲しい。高すぎないか。あと僕らジズスも持ってないんですか？持ってないね。まず総合値は97。97。あだから前回98だったもんね。だからスターリング選手とかよりもかなり平均的に能力が上がっているような。昔のルーニーみたいな感じか。かもしれない。あとそうだな。いやマフリーズは俺そろそろ欲しいんだよ。ずっと言ってんだけど。うわジョン・ストーンズ。うわ持ってないね。いやストーンズ博士はやっぱりワテーラー会ったこともあるしな。確かに。でストーンズ博士はですね、はい、総合値が95まで。お強い。上がります。あとはシティや若手のフォーデンが総合値97まで上がる。えそこだけやばい。レベル50まで上がるんですよ。トッテナムの方が、まあ、ケインだったりケイン総合値97まで。おお。そしてエリクセン。そうですね、エリクセンも96まで上がりますね。そしてデレアリ。デレアリは96まで上がります。 OK じゃあトッテナムからいこうかな。そうだね、期待よね。ケイン欲しい。いきます。さあ、あ、デリアリ。おお。一応ノーマルがいるので育成したいなとは思ってるんですよね。これそ確かにノーマルいたら一気に上がるもんね、うん、さあ2回目。しかもデレアリはトップ下で身長も高い選手だからな。いいんだよな。確かに。お、かぶってはない。え、誰誰誰。え、お、え、ケイン来た。これ引きがすごいな。やば、神引きじゃんこれ。2回目まで最高よ。やったぜこれ。これでエリクセン来たらもう一番いいの3体引いてるみたいな感じだよ。いや、すげえ。だってケインなんて普通の状態でもめちゃくちゃ使えるんだけど。うんうんうん。うわいい引きだなこれ。あー、 あーゴールキーパー。まあ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 。パウロ・ガッサニーがね。あとはシティ。そうだね。ここだ。でもデブライネ持ってるから、うん、まあスターリングだよね。そうだね、スターリングだね。スターリング、ジェズス。いきます。いや今んとこ流れ来てるからね。トッテナムはマジでいい引きだったから、うん、マジでよかったね。左引き。え、来た。マフレズだ。マフレズは嬉しいぞこれ。マフレズゲット。やっとマフレズの FP ゲットできました。あとはジズス、スターリン。いや来たらやばいな。来い。そう。いやどうだ。いやーちょっと待って、かぶったか。かぶりましたね。ここでかぶってきたか。スターリングかジズス、どっちか欲しい。ただスターリングかな。まあそうだね、このメンツだったら。背番号は何番だっけ。7番だ。7。あ、デブライネだ。うわーそっか。どっちの方がいいんだろうね。いやどうだろう。デブライネ総合値はこっちだとな。今回のは、96かな。96か。だけど確か過去のデブライネが97。そうだね、だったから。うわマジでいいんだけど、引き合いめちゃくちゃいいんだけどな、うん、確かに。だけどどっちかっていうとトッテナムの方が大当たりだったから。そうだね、ケイン引けて。確かに。いやいや、ケインは良かったな。俺も引けてーなー、うん、はい。ということで次は、はい、次回さんの方引いてもらいたいと思います。頑張ります。あのトッテナムの方から引かせていただきます、はい、行きましょう。マジこっちほぼほぼ持ってないんで、まあ、とりあえずケイン欲しいな。うん、いや1回目怪力頼むぜ。ソン・フンミンとかも欲しい。ただ FP ガチャ引きからね樹海さん。そうなんですよ。
ソン・フンミンじゃん。お、いや持ってない、通常持ってるからもうぶっこんでレベル上げたいと思います。オッケーオッケーオッケー。いやこのままケインまで一直線で行ってくれ。2回目どうよ。あれん、おおっと、やばやばやばいぞこれ。ケインケイン、ソン・フンミン来てる、やばくないこれ。今んとこ熱いね、うん、うわ、で最後ここでエリクセン。そうだね、エリクセン、デリアリ、エリクセン、デリアリ。まあバイレルトとかもいいけどな、ディフェンスだったら。そっか、そうだね、持ってないもんな。さあ、かぶないで、あれかぶないで。お、かぶってない、かぶってないぞ。ん、23番エリクセン、やべえこれ、これやばいな、神引きしたぞ、神引きだね、マジで全員いい選手だ。そうだね。うわ、で次ここよ、ジェズス、スターリング、いやマジで頼む。いやこんな2人出たらすげえな。ね、うん、まあ、だけもう1番とにかくスターリングだな。はい、欲しい、お願いします。77頼むよ。さあ、おっと、左利きということは、あれでもマフレーズではない、あ、あれだ、あの19歳、あ、フォーデンだ、これは当たりだ、すげえ、来た、すごくない、すごいですよ。だって何で上がるんだっけ。97。やばい、いや、えぐいえぐい。うわ、ここ来たか。いや、大当たりでしょ。うん、あとここね、かぶりなしで。そうだね、ね、俺ここら辺でなんかエベルソンとか来そうな気もするんだよな。そうだね、キーパー来そうだよ。怖いな。あれあれ、かぶった、かぶってない、かぶってない、かぶってない。あれ、ストーンズではない、あ、ストーンズかな、ジョン・ストーンズ。おお、かぶってないよ、素晴らしい、すごいすごいすごい。え、これ今回歴代の中でもかなりいい引きだな、うん、ラストスターリング来たら完璧、ラストスターリング来たらやばいな、ほんとお願いします。7番ガチで、カイル・ウォーカー来るかカイル・ウォーカーとかも、いやだけど欲しいよ右あんまいないから。あ、ん、ジェズス、ジェズスだ、やべえ、これはすごい引きだ、これ今回すごかった、今回の引きやばいっすね、大当たりというか神引きですね。来た、ありがとうございます、おめでとうございます。いや、よかったこれ。はい、ということで皆さんは何の選手が出ましたでしょうか、コメントの方で書いてみてください。ということで、この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。